阪神逆転勝ち16年ぶり10連勝、貯金24。阪神がヤクルトに5対3で勝利、逆転勝ちで16年ぶりの10連勝を飾った。62勝38敗4分けの今季最多貯金24とした。先発伊藤は今季7勝目、岩崎24セーブ目。15日の広島との直接対決で勝てばマジック29が点灯する。10連勝きた。もうなんか怖くなってきた。あかんぬれしてます。これがアレするチームの勢いなんだろうな。ほんまどこも止められん。強いと思われた相手にまた勝ってしまった。反動で連敗しないか心配。10連勝して敵地広島この前の逆、気をつけな。マジで15日にマジックあるんちゃうかくさ。岩崎 MVP やな。ザキさんが頼もしすぎる。岩崎いつも以上にキレキレやったな。役打者みんな振り遅れてたな。岩崎連投だけど絶好調だった。伊藤正史7勝目をね。伊藤は京セラ登板4回目で初勝利なのか。もやもやするのはやっぱ梅野が痛すぎる。梅野お前のことは忘れないで。森下とか小野寺とかが打ってくれてるのがでかいよな。小野寺スタメンで向かった呪縛がどんどん溶けてくる。今日はちょっと元気やったな。どんでんどんでんパイン飴決めとる。岡田の優勝からまた岡田で優勝とか名勝すぎるだろう。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。